Yattana!最後に勝利するのは俺たちだ。 巨人が怖くて兵士が務まるかよ。 感情に任せれば早死にする。食われたくねえな。
食われたくねえな。人類の底力を見せてやるぜ。ほう。ほう。注目！これよりトロスト区奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。イエガー訓練兵の援護のため、大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。そうすれば壁上からの援護の砲撃で倒しやすくなる。できるよ。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかし
この作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。行くだろう。僕にも倒せた。僕だってやってやる。まずいな、巨人に邪魔されて補給物資を運べない。補給物資を持ってきたから使ってくれ。ジャンも補給班だからその辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。あっちは苦戦してるのかよ。くそ、死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。僕だってやってやる。役に立てた。怖くなんかないぞ。
助かったぜ。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。怖くなんかないぞ。もらっていく。
ごめん、もらっていく。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。怖くなんかないぞ。役に立てた。怖くなんかないぞ。助かったよ。兄、一人で何しているんだ。罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのも便利でしょ。怖くなんてないぞ。同じ班のライナーたちとはぐれてて、今ならやれるはずだ。見かけたら私は無事だと伝えておく。僕だってやってやる。巨人を減らせたぞ。これなら大岩の方から援団が。何か緊急事態か。大岩の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。騎士が直接叩くしかない。負けるもんか。ありがたよ。来やがった。飛行士だ。
し壊んなら平気です。私にも守りたい家族がいますから。